みんな慌てないで、九連王のグリスタインジェクションバージョンは限定販売じゃないよ。はい、レオンチャンネルです。ミニプラ旧玉合体シリーズ SP01 九連王グリスタインジェクションバージョンについて勘違いされてる方がとても多くて、コメント欄でも買えましたか買えませんでしたかみたいな感じですごくいただいてるので、それについて動画を今撮ってます。で、これプレ版限定と思ってる方がかなり多くって、そこをまず訂正しましょう。これはプレ版限定ではありません。一般販売で店頭でスーパーとかコンビニで販売されます。それを念頭に置いて見ましょう。で、なんでこんなに話題になってるかっていうと、ミニプラなのに成型色がメタリックでかなりデラックスっぽい見た目で超絶かっこいいんですよね。予約開始する前からこれすごいかっこいいみたいな感じで話題になってて、まあ僕もかっこいいなと思ってたんですけど、まあでも一般販売って書いてあったので、まあ6月に普通に買えばいいかなと思ってたら、プレ版のトップページに結構デカデカと予約開始みたいな感じでドドンと載っちゃって、多分それで皆さんプレ版限定アイテムと勘違いされたのかなって感じで、でしかも予約開始した瞬間にもうあっという間に完売したんですよ。ウルトラレプリカのスパークレンスぐらいの勢いであっという間に完売して、でヨドバシドットコム、まあヨドバシドットコムとかに売ってる時点でもうプレ版限定じゃないんですけど、ヨドバシも売り切れになって、アマゾンも売り切れになって、アミアミも予約停止になってみたいな感じで、もう軒並みどこでも買えなくって、まあ多分その中でプレ版限定アイテムって勘違いされてる方がいらっしゃったのかなと思って、すごく言われるんですよね。あの、買えましたかプレ版限定のやつって、でレビューしますかって言われたんですけど、6月一般販売ですから、こっちを見た方がいいかな。ミニプラのページ、これがキャンディートイのページで、ミニプラ旧玉合体シリーズ SP01 九連王グリスタインジェクションバージョン。なんか名前かっこいいですよね。こんな感じで成型色のグレーの部分がメタリックグレーに変わってたりとか、他のパーツを見るとかなり成型色の色違ってますよね。オレンジとかも光ってるかな。なんかこの辺は変わらないような気がしますが、狼ボイジャーとかはもう全身違う色。どちらかというとデラックスにかなり近い色味に変更されてますよね。天秤ボイジャーとかも金が濃い。もともとミニプラ九連王自体が異常な完成度ですから、それがメタリックボディの成型色になって帰ってくるということで、そりゃ話題になりますよね。で、これのまたすごいところが、旧玉新規パーツになってて、新規シールなのかな？ここに書いてある通り、グリスタインジェクションバージョンに付属するミニ旧玉には通常版とは異なり、内部に旧レンジャーが登場しているように見える新パーツが追加されます。これでもサンプル画像を見ても、完全いるでしょう。完全シシレッドいますが、この内部パーツが新規で、で、ここが、周りがシールってことなのかな。でもそうですよね。これシールでこんな立体感出ませんもんね。しかも近づいてみるとヘアラインっぽいのも入ってて、1個400円とは思えないぐらいの仕様になってるんですよね。まあでもそんな頑張ってがっつかなくてもね、デラックス版、買えばいいですから。なんかプレミア価格とかついてるんですよ今。もう今このワンボックスで買おうと思うと9000円ぐらいするんですよね。いやデラックス版買いましょうよみたいなって感じなんですよ。デラックス版の方が堅牢性が高いですからね、パーツので、大きいし拡張性もあるし、なので皆さんね、決してプレミア価格で買わないように。これ一般販売されますから。ただこんなに人気があるっていうと、6月15日の一般販売15だったかな、アマゾンに6月の15って書いてあったので、で、アマゾンって食玩の発送がいつも1日か2日遅いんですよね。なので、多分13とかに火曜日発売のやつなので、まあ13に行ってももしかしたら買えない可能性もありますが、まあよっぽど心配ないんじゃないかなとは思いますけどね。でもエグゼイド関連の食玩とかも何々ガリみたいなのがもうね、始まってますから。旧レンジャーもそういうことがあるかもしれませんね。全10種で9体のボイジャーが揃うと。要は、獅子ボイジャーは A、B に分かれてますから、ワンボックス10個入り、ワンボックス10個入りなのかな？通常ワンボックスだと、6個入り、あ、でもあれはあれか、セットか。ワンボックス10個入りで、
こんな感じでシシボジャ、A、B、サソリ、オオカミ、テンビン、オウシ、ヘビ使い、カメレオン、ワシ、カジキが入ってると。ダブルなしですね。なんで僕も買いますけど、でも僕もあの毎年クリアパーツバージョンとか買って結局組まなかったりしてるんですよね。通常バージョンでもう大満足してるので、クリアパーツに変わったからって正直なんかかっこよくなるわけでもないですから。ただこのグリスターインジェクションバージョンは確かに通常のやつと比べてもかっこよくなってますよね。デラックスに寄せてる感じで。まあ、ということで、下にね、概要欄にページリンクは貼っておきますけど、全国量販店、菓子、売り場等で販売と書いてありますので、プレ版限定とか何々の限定アイテムではなくて、普通に6月13日頃に一般販売されますので、慌てずに大丈夫ですから、このプレ版ページね、在庫がありませんなって、こう慌てて今、プレネで予約しちゃったみたいな人のもの話も聞きましたので、大丈夫ですから、一般販売されますので、楽しみにしましょう。以上、レオンチャンネルのグリスターインジェクションバージョンについてのご注意の動画でした。